この作品はフィクションです。実在の人物団体とは関係ございません。この作品では一部に犯罪を想起させる表現がございます。小さなお子様のみでのプレイは控えていただけますようご配慮お願いします。了解しました。隠さなきゃ。はい、どうも、ゆみです。本日は隠さなきゃというゲームをやっていこうと思います。皆さん、隠さなきゃいけないこと、あるんじゃないですか？一つぐらい、一つや二つぐらい。私はね、一個もないです。というのは嘘かもしれないし、本当かもしれない。わかんない。なんか特に今、隠したい話とかないから、ないのかな？今のところは。多分探せばありそうだけど、まあ、ね、ないです。はい。私に、やましいことは何もない。はい、ではやっていきましょう。隠さなきゃ。お、ショーの始めから、続きから。初めからですね。やったことないので。はい。なんか、4? 何？あ、4個あるってこと？何？自動文字送りモード、バックログ。ああ、すごい。おしゃれだよね、バラっていうのが。はい。4。何の 4? その数字。何？意味あんの？その数字。あ、うわー、学校のチャイム懐かしい。はあ、嫌だな。今日算数のテストが、整数等が帰ってくる日だ。見たくないな。算数ってことは小学生？よーし、先週のテストを返すぞ。まず赤木。ドキドキ。よく頑張ったな。次池田。惜しかったな。ドキドキ。なんか、あれだね。BGM ちょっと怖くない？これ。なんだろう。オルガンかな？上野小川加藤。ドキドキ。次佐藤。佐藤は相変わらずだな。次、鈴本？はい、鈴本ちゃんね。取りに行かなくちゃ。お？ドキ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 。今回もよく頑張ったな。あ、またクラスで一番だぞ。え、すご。はい、ありがとうございます。次、田中。お前名前書き忘れるの何回目だ。そんな子いるんだ、本当に。すごい、私。何点だろう。見たくない。でも見なきゃ。ちら。あ。96点。すげえ。すんげえ。そんな、一体どこ、わあ、そういうこと？ 100 点じゃないからってこと。完璧を求めすぎてる女の子みたいな。あ、ここ、ひっさん、ひっさん？ひっつさん？ひっさん。間違ってる。次、渡辺。お前はもうそのままでいるよ。お、これで全員だな。点数が良かった子も良くなかった子もみんなよく頑張った。平均は80点。高え、私ここにいたらもう終わりだ。今回はちょっと難しかったよな。じゃあ今からみんながよく間違えてたところをもう一回。ショック受けてんな。どうしよう。またうっかりミスしちゃった。怒られる。どうしよう。怒られる？どうしよう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 。お母さん怒るのやだ。このテスト隠さなきゃ。96点のテスト、それ私にちょうだい。じゃあ、うん、私だったらもう自慢するから。だからもういろんな人に自慢するから。どこに隠しますか？あ、よかった、セーブしといて。セーブが消えた。どの選択肢？隠さない、隠さなきゃだけど、あ、意外と隠さなくてもいけるみたいな。隠さない、いや、やめよう。隠したところでバレたらもっとお母さんに怒られる。今日は持って帰ろう。大丈夫、今回もクラスで一番だったし、そんなに怒られないよね。ちょっと小言言われるだけ。ちょっとの時間怒られればそれで終わり。ちょっと我慢すれば大丈夫。いえ、帰りたくないな。96点で叱る親って何なん、マジ。それは。ああ、チャイム鳴った。放課後。いいお家。ただいま。帰ってきちゃった。帰ってきちゃった。やだな。内臓が重い。内臓が重い。お母さん？あれ？いつもお帰りって言ってくれるのに。お母さん！あんた、何なのこの点数は！ごめんな！あれ？まだ何も見せてないよね。お母さん？ん？ああ、リエ、お帰りなさい。こら、待ちなさい。まだ話は終わってないよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんも？帰ってたんだ。お兄ちゃんって学校が終わるとすぐどこかに遊びに行っちゃうから、この時間に家いるの珍しいな。
兄ちゃんどうかしたの？あ、お前は黙ってるブス。ひどい兄ちゃん、いつも通りみたい。あんた妹に向かってなんて口聞いてんの。あ、でもいいお母さんじゃん。バチーン、それまではしなくていいかな。てなババア、リエに謝りなさい。なんなのその態度は。どこ行くの？どこでもいいだろう。涼介んちでベイブレードするんだよ。懐かしい。あんた先月涼介くんにハイパーヨーヨーをもらっておいて、今度はベイブレード？宿題はやったの？知らねえよ。遊びに行くぐらいだろ。行くぐらいいいだろ。約束してんだよ。いいわけないでしょ。テスト46点だったやつに遊ぶ権利があると思ったら大間違いだよ。うわ、私の半分未満。え、私怒られる要素ある？それこの前は72点だったんだからいいだろ。何ヶ月前の奇跡の話してんの。あんたね、少しはリエの爪の赤。あ、こら、うるせえ、どけブス。ギャ、待ちなさい。やべえな兄ちゃん。終わった。多分お夕飯の時に第2ラウンドだな。不思議、自分が怒られていない時は気が楽。それにさっきまでの台風に比べたら、なんかもう私のテストなんてどうでもよくなってきた。その後リビングへ戻ってきた母に私は今日のテストを見せた。計算ミスで満点を取れなかったと正直に告げたが、母はちゃんと復習して次から気をつけるのよと言っただけで、それ以上怒らなかった。いやー、褒めてはくれないのか。多分直前までのお兄ちゃんとのバトルで疲れていたんだと思う。まあちょっとだけそれを期待していたのも正直なところ。かわいそうだったので私はその後お夕飯の支度を一生懸命手伝ってあげた。隠さなかった高生8歳。高生8歳、高生したってこと？え、選択肢までも。え、じゃあ悪いことはしてないからいいってことなんだよね。どこに隠しますか。あー、なんか増えた。各あの選択肢が。ランドセル、ランドセル無難に行ってみる。じゃあランドセルの下に隠しちゃおう。お母さん、お兄ちゃんのランドセルは毎日チェックしてるけど、私のランドセルはめったに見ないし、帰ったら自分から連絡帳だけ渡してランドセルはさっさと部屋に持ってっちゃおう。大丈夫大丈夫大丈夫、きっとバレない。8歳のさ、小学校のテストでそんな100点取れなくて怒るってどういうことだろうね、本当。ただいま。ああ、リエちゃんおかえり。連絡帳置いておくね。あら、ありがとう。お手紙あるの？うん、来月の授業参観のやつ。ああ、じゃあ書いてケースに入れておくね。うん、着替えてくる。バレるんじゃない、ランドセルはさすがに。翌朝。あー、絶対バレてるよ。お母さん、私のランドセルは？あー、そこにあるよ。え、あ、なんで？あんた図工でサランラップの芯がいるって言ってたでしょ。入れておいたから。ちょっと斜めにして無理に入れたから、学校に着いたら早めに出すのよ。え、あー、ありがとう。それとリエ、あ、速攻の方でこんなのがぐしゃぐしゃになってたけど、それは何なのこれは。それはその筆算間違えちゃって。それでなんで出さなかったの？ごめんなさい。間違えたところちゃんと復習したの？ぐしゃぐしゃにしたらダメでしょ。ごめんなさい。こういうことするんだったら今度からはランドセル確認するからね。はい。時間ないから早くご飯を食べなさい。遅刻しても知らないよ。はい。はあ、バレちゃった。朝からつらい、泣く。あ、でもそんな怒られてなくない？隠せなかった高生8歳。これは別なんかそこまで悪いエンドじゃなさそう。怒られてなくない？だって隠さなきゃ。じゃあゴミ箱に葬ろう。ゴミ箱に捨てよ。こんなのなかったことにしよう。そうだよ、テスト用紙がなければテストがあったこともお母さんにはバレないよね。大丈夫。どこのゴミ箱？学校だよね、さすがに。ぽい。次のテストは頑張ろう。大丈夫、今やってるところは得意だし。あれ？佐藤、何？なんか嫌な予感。鈴本すげえ、96点だ。
勝手に見ないでよ。マジで見せて見せて。リエちゃんすごーい。鈴本さん頭いいね。そんなの大したことない。返して。すごい頭いい。100点じゃないのに。この程度でお母さんすごいなんて言わない。適当なこと言わないで。こら佐藤、人のテストを勝手に見るんじゃない。しかもこんなにくしゃくしゃにして。元からくしゃくしゃでゴミ箱に。いえ、いいんです。気にしてません。佐藤、返して。まったく、せっかくいい点数なのにこんなにくしゃくしゃにして。安心しろ、鈴本。お家には先生から事情を話しておくからな。やば。言われるじゃん。別にやばくないんだけどね、なんも。すげえんだけどね。普通褒められるんだけど。その後、先生がお母さんに電話したらしく、家に帰る前にテストのことは知られていた。私はくしゃくしゃになったテストをお母さんに見せざるを得なかった。ああ、隠せなかったになるんだ。でもそんなバッドエンドって感じじゃないけどね。じゃあ、あとは、タイムカプセルと、なんかだったよね。ああ、また増えてる。あれかな、オレンジ色の文字が出たら増えるのかな、もしかして。じゃあ座席の防災頭巾の中にはすごいとこに隠すな。下手に家に持って帰っても処理に困る。このまま防災頭巾に隠しちゃおう。うん、下手に持って帰ったり捨てたりするより自分の席に隠しておく方が安全だ。隠す時だけ誰にも見られないように気をつければ。そうだ、今日は放課後。あ、また飼育係の日だ。終わる頃には教室に誰もいなくなるよね。その時に隠そう。大丈夫。これまだテスト用紙隠すあれだけどさ、なんか最初に注意書きであったからさ、後々隠しちゃいけないもの隠すのかな。放課後。ただいま。あー、リエちゃんお帰り。連絡帳置いておくね。この辺は一緒ですね。はい、じゃあ飛ばしてって、翌月？今翌月って書いてたよね。なになになに。保護者の皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。担任のちょめちょめです。早速保護者会を始めますので恐れ入りますが席にお着きください。先ほどの授業参観でお子さんが座っていた席へどうぞ。これでバレる。リエの席はここか。さすがに綺麗に使っているな。お兄ちゃんとは大違い。あー、まずい。ん？何か座布団、防災頭巾の感触が変。こんなのだっけ。あー、何か入ってる。紙ってこれ。いやー、怒らないでお母さん。その後授業参観から帰ってきたお母さん、カンカンに怒っていた。私は泣きながら平謝りした。はあ、バレてしまった。悲しい。あ、これも隠せなかっただよね。でもさ、あ、隠したことに怒ったとかならわかるけど、そうじゃないんだろうな、多分。特にでも。あんまりエンディング悪くない。あ、増えた。うさぎにあげ、これ確実じゃないもん。そういえば、あ、でもうさぎが死んだらやばい。の中に混ぜちゃえば。テストの紙ちぎってポケットに入れておこう。小屋の中を竹などがで吐くときにさりげなくポケットを裏返して。大丈夫大丈夫大丈夫、きっとバレない。大丈夫かなそれ。放課後。あー、かわいい、うさちゃん。かわいい。よし、今は誰もこっちを見ていない。今ポケットを裏返して混ぜちゃおう。ちょっとしゃがんで。今だ。大丈夫だよね。あとはちりとりで普通に集めて捨ててしまおう。大丈夫、これは紙じゃなくて白い落ち葉。これはいけたんじゃない。その後、私のテスト用紙廃棄のハンコは誰にもバレることはなかった。だが、回収したゴミを誰かが不審に思ったらしい。誰かがウサギに紙を食べさせようとしたのではないかという噂が広まった。悪質ないたずらということで先生たちが調査し、あっさりと掃除当番だった私が犯人候補に上がった。
親以外の大人から厳しい目を向けられるという経験に乏しく、圧迫体制ゼロだった私は尋問開始6秒で降参、泣きながらことの、削除したんだった。もちろん母も学校に呼び出され、さらに怒られた。え、じゃあバレたの結局。もう何してもバレるね、すごいな。どうしたらバレなくなるんだろう。あと残り2つぐらいかな、選択肢。あ、ゴミ箱に葬る。なこれ多分オレンジ色の選択肢をしたら次の章に行けるみたいな書いてあったんですよ。じゃあちょっと多分ここもここもバレるってことなんだよね結局は。じゃあこれ行ってみようかな。うん、多分あタイムカプセルだけちょっと見てみたい。そういえば6年生がタイムカプセル埋めるってお兄ちゃん言ってたな。その中に私のテストを紛れ込ませられないかな。そしたらあと8年は見つからない。8年、まあ8年経てばもうね忘れてるよね。確かお兄ちゃんのクラスは6年2組、放課後行ってみよう。でもお兄ちゃんとの仲悪いからな、大丈夫かな。放課後、係の仕事で時間を潰せば誰もいない時間の教室に入り込めると思ったけど、あーいるのか人が。そうだった、4年生以上はクラブ活動があるんだった。6年2組使われてる、どうしよう。とりあえず近くの空き室教室に入って待ってみよう。多分うまくいかないんだよね。ふう、誰もいない。ん、これって荷物が運び込まれてる。クラブの邪魔だからどこからか移動したのかな。あ、6年2組のタイムカプセル。蓋に貼ってあるわら半紙にそう書いてあるから間違いない。へえ、元はおせんべいの空き缶かな。よし、この中に私のテストも入れちゃおう。大丈夫大丈夫大丈夫、きっとバレない。いやー、でもどうバレるんだろうこれの場合。その後事態は思わぬ方向へ進んだ。6年2組のタイムカプセルは埋められる前に先生たちによって中身を確認された。何でも過去には思い出と称してなくしたら困るものまで入れてしまう児童がいたのだとか。ああ、私のテスト様子はあっさり見つかった。だが私は2年生、それに職員室でも有名な優等生だった。私が私のテストを6年生のタイムカプセルの中に隠したなんて思う人はいなかった。疑われたのも、ああ、お兄ちゃんだった。お兄ちゃんは6年生では有名な問題児だった。授業中にうるさくしたり、他のお友達と一緒にひどいいたずらをしたりしていた。私に対してもすごく意地悪だ。毎日のように泣かされている。お兄ちゃんはあまり勉強が好きではなくて、テストの点数はいつも平均に遠く及ばず、80点なんて取ろうものなら、お母さんがびっくりして相当するレベルだった。いや、80点いいじゃん。めちゃめちゃ。どんだけいい学校なの、ここ。だから私がテストで96点を取ったのを面白く思わず、お兄ちゃんが奪い取って隠してしまったのではないかと先生たちは考えて、うわ、それお兄ちゃんのせいにされたらたまったもんじゃないね、お兄ちゃん。確かにお兄ちゃんは意地悪だけど、もちろんそんなことしていない。でも本当に悪いのは先入観でお兄ちゃんが悪いと決めつけた先生たちではない、私だ。私は最後まで言い出せなかった。怒られるのが怖い。ただそれだけの理由で。不思議なことに、お兄ちゃんは何も言わなかった。肯定はせず、かといって否定もしないものだから、結局犯人だということになって、こっぴどく先生たちに怒られていた。でも次の日はケロリとした顔で登校して、また6年生の教室で悪さをしていたらしい。お母さんだけはお兄ちゃんを叱らなかった。そのことに私は心底ほっとした。お母さんは分かっているんだ。本当は私が自分でやったんだってことだけじゃない。私の本質、ちゃんと分かってくれていたんだ。え？お兄ちゃんは問題ばっかり起こすけど、隠し事はしないよ。あんたと違って。ああ、そういうことね。やっぱお母さんだな、それは。ああ、親ですね。隠し事が通用しないっていうのは。ちょっと、なんかちょっとそこは感動するな。じゃあ次は、ゴミ箱に葬るやってみようと思います。はい。ゴミ箱に捨てよ。あ、選択肢ここで出るんだ。ちぎって捨てる。はい。そのままだと掃除当番の子が見つけるかもしれない。ちぎって私のだってわからないようにしよう。いや、念を入れて、この教室のゴミ箱はやめよう。そうだ、図工室にしよう。5、6時間目図工だし。ちぎっているところを見られるのもまずいかも。トイレでちぎってわら半紙に包んで、午後までポケットに持っておこう。ちぎるとき、紙切れが飛んでなくさないように気をつけないと。後で出てきたら面倒だ。あと考えることは。よし、
じゃあまずはテスト用紙をポケットに、いや今はまずい、テストをポケットに入れるところなんて誰かに見られていたら怪しい。ひとまず畳んで机の隅に置いておいて、授業が終わってみんなが立ち上がるタイミングでさりげなくポケットに入れよう。そうだ、わら半紙も一緒に。わら半紙を手に入れるには、そうだ、計算用紙をもらえば。もうすごいいろいろ振り絞ってね、知恵。きっとバレない。いや、バレないんだろうな。でもこれは多分選択肢的にオレンジ色だったから、あ、4、3、うわー、減った数字が。次何隠すんだろう。ただいま。さてと、今日は部活もないしのんびりできるぞ。隠し通したんだね。そうだ、お兄ちゃん今日は大学受験の塾の日だよね。お兄ちゃん部屋のノートパソコンをこっそり持ってって MeTube でも見ようかな。水狐で見れば履歴もバレないよね。お兄ちゃん常用はタロムだし、念のためログも消すけど。何のこと？パソコンだけ持ってくとバッテリーの減りでバレるから、アダプターごと持っていかなきゃ。これ本当に小学生の女の子の言ってること？すごいな、めっちゃ詳しいね。パソコンとアダプターとケーブルの位置もしっかり覚えて、寸分違わず元の場所に戻せるようにいつも通り。お母さんにバレると面倒だな。いつでもパソコン隠せるようにして、あと勉強道具も準備しておかなきゃ。まあ部屋に来るときは廊下を歩く前で音で前もってわかるし。あーリエ帰ってたの？おかえり。あ、ただいま。お弁当箱出しておくね。ありがとう。あんた部活がない日はいつも帰るの早いね。そうかも。急に何？お兄ちゃんが帰ってくる前に気になる動画見ちゃいたいんだけどな。中学生になったってことなんかな。それがどうかしたの？いや、あんたは放課後や休日にお友達と遊んだりしないの？友達と遊ぶ？お小遣い足りなかったら言いなさいね。そのくらいのこういう日は出してあげるから。普通にいいお母さんなんだよね、見た感じ。いや、お年玉まだ全然あるけど。はあ、お兄ちゃんみたいに無駄遣いされるのも困るけど。いや、だってそんな放課後に友達と遊ぶなんてパリピの行動を私が取るわけ。パリピなの？友達と放課後遊ぶだけで。部活の友達とどこかへ遊び行くとかそういう話ないの？あるけど。誘われても大体断ってるとは言いづらい。めんどくさいし、あんまり興味ないし、というか最近もはや諦められて誘われないし。友達付き合い大事にしなさいよ。あんたはうちにこもりがちだから心配。心配はしてくれてんだよね、普通にお母さん。翌日。あれか、やっぱ中学生に成長した感じはあるよね。部活してるし。じゃあリエ、また明日。うん、また明日。またね。じゃあね。やっぱ誘われないね。ねえ、今日、マック寄ってかない？またこの前100円マップ全覇制覇したじゃん。うちら入り浸りすぎじゃない？そろそろ10人めいてない？行かないのかな。はあ、声かけれなかったな。まあいいか、放課後になんて言ったことないし、ノリについていけないのは目に見えてる。でも今日も早く帰ったらお母さん心配するのかな。また何か言われるのめんどくさいし仕方ない。隠さなきゃ。次はそういう隠し？放課後遊んできたよっていう。何をして隠しますか？はーい、じゃあ今回はここで終わろうと思います。いや面白いね、マジで。その選択肢によって全然ね、違うルートとか、まあ最終的には一緒なんだけど、今回はテストとかじゃなくて自分の行動を隠すって感じですね。なんか危ない方向に行きそうな感じするな、この私ね。大丈夫かな。まあ次回、やっていこうと思います。